直槽は、臨床的には、患者が長期にわたり同じ体勢で寝た霧等になった場合、体と指示面との接触局所で血行が不全となって、周辺組織に絵師を起こすものを言う。一般には、床ずれとも呼ばれる。直槽と書かれることもあるが、日本直槽学会は、はじめの字が局所的な奏章を表すのに対し、草の字が全身的な病態を表すとして、 後者の使用を推奨している。浴層は偶発性浴層と尋常性浴層に対別して考察される。前者は健康な個体に一時的な外力が加わって形成されるものとされ、その負荷が除去されれば速やかに治癒が得られるものである。これに対し後者は慢性的に経過し難治であり、そのような治癒千円をきたす何らかの要因を持つ患者群に後発。 集積する傾向のあるものを言う。以下で考察するのは、主として後者であるが、その前提として正しい鑑別診断が行われていることが必須である。多くは、下記後発部位に示すように、人体の生理的な骨性隆気部周辺の皮膚、軟部組織に圧迫、身長、抹殺が、外力によって生じ、その結果、 組織の微小循環が不全となって絵師が起こり、その部の組織欠損、皮膚潰瘍を生じたものである。直層の原因としては、外的因子と内的因子に対別される。外的因子は、外力に対して、組織内部に発生する内力としての応力が主たる、ものである。体とベッドなど、シジメ面との接触部分にかかる応力は二つに分けて、考察される。 内的に死は、加齢、低栄養、麻痺、唐川症などの皮膚の状態など多岐にわたる。直槽は、やむを得ない、発生事例もあるとはいえ、予防の余地の大きい疾患である。一般に、デザイン分類が使われる。この分類は、定性的な重症度評価のための尺度と、上記6項目に、判定量的に評点を付加する経過評価用尺度の2者で、構成されている。 従来の2002年版と、標点に重みを入れたデザイン R と呼ばれる2008年版の評価方法の2種類がある。詳細は、俗僧学会 HP を参照されたい。俗僧の進行度による分類多くの実地以下では、新達度のみによる分類法である、全米俗僧諮問委員会の定めた、病気分類か、CC 分類が使用されている。 一般的に治療に関しては C 分類が予防に関してはん p っ分類が用いられることが多い。以下に示すのはん p っ分類によるものである。治療ははじめの状態により外用薬と被覆剤による保存的治療や外科手術が主として行われる。乾燥ははじめ治癒を阻害する。そのため病変部は毎日洗浄しフィルムなどを使い湿潤を保つ。 ありがとうございます。